出せたな。はいはい、というわけでございましてね、今回はね検証動画ということで、今回のイベントの、まあ、メインボスですかね、レベル150のボスを倒すにあたって、私は今回のガチャはする予定はないので、まあ、たまたま取れればね、まあ、使うことになるかなと思うんだけど、まあ、多分おそらく圧倒的に有利になるとは思うんで使うと思うんですが、まあ、そのためにね、貴重なゲーム内通貨たるリッチじゃなくてジェムを溶かしてガチャをする予定はございませんのでね、となると今ちょっと早速お見せしようと思うんだけど、今時点で私が持ってる装備、弓キャラアバターのね弓に関してはこちらですね、神球と読むんでしょうか、カルダローの、これも全部乾燥しております。これも以前はね、歩かないと取るまではもうずっと何ヶ月もこれを使い続けてました。まあかなり使える武器だと思いますよ。一応性能もね今軽く見ちゃおうかなと思うんだけど、どうなんだろう、まあ総合力で見ましょうか。攻撃2200、どうなんだろう、まあ HP と攻撃一応 見ときましょうか。 HP1600、攻撃2200。これはあれか、攻撃力だけしか関係ないから、まあ、直接は攻撃力を見ればいいか。2200って覚えておくんですね。で、片や、これは相性が一致してるわけです。敵に対して。で、片や、あ、今いくつだっけ喋ってるんでね、忘れちゃうんですね。もう一回。取り直しはしませんよ。あ、ここで見ればいいや、単純に。300台って覚えておくんですね。で、片や、読み込みが遅いんだよね。ん？あ、間違えた。300台。新規は300台ですよと。で、属性は、敵と一致してますよと。敵のね、敵に対して相性がいいですよと。で、こちらの方は、属性とかは関係ないんだけど、まあ多分、まあこういうことですね。900台と。星6で乾燥してて、まあ、この枝までの最強武器だったんで、まあ、かなり、いかついことにはなったんですね。で、ルーンもね、やはり、まあ、その、星6であるということで、ああ、両方一緒かな？体力マックス時プラス 50% ですね、これ武器に関しては。なので、まあ、今回の比較ではね、まあ、先に弓の方で、私の予想としては多分歩かないとか上回るんじゃないかと思うんですよね。星6なのでね、ただ、まあ、単純なその1回あたりのダメージでいけば、前回の動画でね、検証というか、まあ結果、まあ、単なる初見攻略動画だったんだけど、結果として検証にもなってたんだけれども、まあ、やはり一発のダメージは星6の方がね、上回ってました。まあ力でね、星6なんでゴリ押したよという形にはなってました。ただ、前回の動画ではね、その、ただただ、その、レベル150と戦ってどんな感じなのっていう検証しかしておりませんでしたので、今回はね、それぞれ、あ、これじゃない。これずっと、この間までこれでずっとやってたから、もう条件反射的に押しちゃった。で、最近ね、ユニキャラ全然使ってなかったですよ。なのでね、まあ、じゃあ先に、私の予想としては、星6の方が、クリア時間早いんじゃないかなと思います。で、どうやって、検証するかなんですが、ちょっと、いつもだとね、新しい武器手に入れたよっていう時にどうやってそのベンチマークっていうかね、その測定するかっていうと、そのキャラのみ使って戦うと。で、何秒で倒せるかを測ることで、武器の強さ、まあ、実際に使った上での、その武器に対してね、その攻撃力900とかっていうのはもう数値が出てはいるんだけど、実際に戦ってみて何秒で倒せたかを見ることでね、まあ、大まかな目安、実戦上の目安が出ますよと。いうことでいつもやっているんですが、今回ちょっとレベル、敵がレベル150なので、前回やってみてね、結構、アバター以外のキャラがやられちゃってたので、やられたのみならず、おそらくアバター以外はね、戦力としては使い物にならないと思うんですよ。ということで、ちょっと考えまして、今回は、アバターを使って攻撃はするんだけど、一応補助として、このレブナさん、唯一ね、その、回復技持ってるんで、それだけは使おうかなと思ってます。今ちょっと出してみましょう。これですね。これ。これをつけると HP は自動回復するんで、これを定期的に打ちつつ、あとはもうひたすらアバターのみで押して、何秒で倒せるかと。を測ることでね、比較して、どちらが使えまんのかということをね、皆さんと確認したい。
これがね、今回の動画の流れとなります。じゃあね、早速行きましょうかね。どうしようか、最初にレルナ打ってからにしようか。手順としてはそうだね、最初にレルナ一発打って、その後ひたすら機械的にアバターでゴリ押して、で、それ以外の2体はね、もう完全に放置します。はい、完全に放置します。アバターで攻撃で、レルナで、HP 回復をつける。基本もうアバターしか使わないと思います。それをやることでね、どちらのキャラが、アバターのね、その星5の、属性一致の弓と、星6のアルカナイト、どちらが使えるのかなというのを確認するということで、じゃあ行きましょうかね。はい。では行きます。よいしょ。敵によってはね、そばに勝手に攻撃してくるやつがいるんでね、それとちょっと測定できないんで、めんどくさいですよね。じゃあ行きますよ。割と食らうな、割と食らうな。うわー、あ、これはいい。あ、出るのはダメだから、こうやって、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、こいつらはいいんだよ。これめんどくさいな、割とめんどくさいな。こうなるか、もうこれもやりますよ。はい、続行。はい、今よいしょ。攻撃力割とありますね。アバターも歩かないと、全身歩かないとなんでいけるかと思ったけど、意外とやっぱこっちが、この突進食らうと痛いんやね。全然敵のあれ減ってないし、ちょっと一旦逃げよう。私の攻撃のやり方間違ってないですよね。いろいろね、最近弓全然使ってないんだよね。俺が気をつけなきゃいけないのは、レルナとアバターはしっかり回復。他はもう全然そうだ。なんかね、戦ってる実感としてはね、割とやっぱ弓は弱いっていう。属性一致とは言うもののって感じ。やっぱり星5だなっていうね。あ、こっちにかけてる。やめて、ちょっと。はい。で、はい。あとはアバターで。ちょっとなんか私もね、マシーンじゃないし、プレアスキルもないんでね、微妙にその、最初にね、どういうやり方でベンチマーク設定するかっていうのを確認はしたんだけどね、その通りに言ってるという保証はない。で、あと、今戦いながら参考情報ってことでお伝えすると、前回ね、とりあえずやってみようってことで、初見で挑戦したんだけど、基本的に星6のアルカナイトをやったんですが、おおよそ5分ですね、とりあえず。はい、それでどうだろう、40万ぐらい出るはず。今どう、50万ぐらい出るわかんない。これもね、敵にどれぐらいダメージ与えたかね、非常に見づらい。ここは辛口になって、もうちょっと改善したはいいけど、私がここで何やかんや言ったところで、それがね、反映される可能性は限りなくゼロに近いとは思うけどね。まあ一応1年やってるプレイヤーとしてね、一応やった方がいいかなと思って。お、お、ヒット障害。さあ、これちょっと見たい。どうだ？うん。40万だよね、やっぱ。一回飲もうかな。レルナがお亡くなりにならないようにして。よし、はい、オッケー。うわ、食らうね。よいしょ。このゲームね、見づらいわ。3年やってるから、相当、劇的なユーザーインターフェースの改善とかは多分望めないと思うんですけどね。ただ、まあ、それをやることで、
このゲームがより遊びやすくなれば、ゲームの魅力が高まって、新規ユーザーがね、3年経ったゲームにどの程度増えるかっていうシビアな話はあるけど、それでもやっぱ可能性という意味ではね、やっぱ運営会社は儲かった方がいいわけ。儲かった方が、よりね、我々ユーザーもね、遊べるわけです。このゲームが仮に運営すればするほど、運営側にダメージを与える、損失を与えるんであれば、絶対運営側はこれ続けないはずなんで、誰がです。あと、辛口トークをしてたの。やばいぞ、これ。ちょっと一回逃げようか。全力で逃げようか。全力で逃げようか。やっぱね、星5はね、ダメな気がする。まあ、とりわけちょっと今バタバタするっていうのもあるけれども、ね、それにしても、レガスをかな、津波みたいなのがすごいパワフルだ。うわ、ちょっと待って、やばいね。クリアがちょっとね、あ、まださすがにこれはないけど、一旦全力で、あ、てかもう、体力、あの、回復のあれもなくなってきたし、割とまずいな。もうね、多分ここまで見てわかると思うんだけど、おそらく星6歩かないと最強っていうオチだと思うんですよ。おそらく。5分経ってる。で、敵のダメージは、あ、まだ3分の1残ってる。逆に言うと、この後の星6歩かない、うーわーちょっと一旦これ、あれだね、あそこ行こう。あ、やばい。全滅したくない。一旦ここでね、しょうがないよ、これ。やるしかないよ。こうやって、こうやって、こうやって、はい、カバン、総合力で、こういう回復も含めてのね、あれですからね、許容時間です。あ、星5きついな、これ。もう今時点で、なんていうか、検証終了っていう話かもしれない。うん。やっぱ、歩かないと強し、星6強しっていう、運営側は間違いなく星6をね、まあ要はガチャしてもらいたいわけですよ。だからそう思うと、これはまあ余談だけど、なんでこのタイミングで星5ガチャなのかがよくわかんない。皆さんそう思いませんか？うん。いいね、当たってないんだよ。よいしょ。よいしょ。だからね、今多分これクリア。ちょっとこれもうあれなくなったね、ラストだ。やばいな、ガチやばいな、これ。ガチやば系。頑張ります。みんな力を貸して。私のプレイヤースキルの仲間あると思いますよ。達人が同じことを同じ縛りプレイすれば、もっとね、スマートにね、やれるんでしょう。やれるんでしょう。いや、これが、筋肉だな。甘い魔法にかけられて。ちょっとポーション飲みたくないんだよね。まあでもいっぱいあるっちゃあるんだけどね。いや、さっき見たらね、さっき撮った動画でしたね。あ、これでクリアです。記録、7分。38秒だけど、まあ7分台ですね。細かな数字にあまり意味がないんで。で、これで速やかに退出いたします。で、さっき初見でやった時に5分だったんで、だからもう、今時点で答えは出てるとは思いますよ。でも一応やりますけどね、検証動画なんで。おそらく、予想としては歩かないと圧倒的っていうオチなのかなと予想はいたします。はい、7分では覚えておいてくださいね。そうか、歩かないとか、やっぱり時代は歩かないよってことだね。もうほぼね、監督終わってんすけどね、細かいところで言うと、あの縦だけね、まだ20かね、うん、他は全部もう完走です。さあ、ちょっと今ので微妙にフラストレーション溜まったんで、最後ちょっと爆発的に3分台ぐらい出して俺ツールしたいな。うん。いくよ。よし。で、今回は最速タイムアタックではなく、あくまでも、
そのアバターどっちが強いのっていう企画なので、他はね、封じてんですよね。そう。では、参ります。よいしょ。頑張ります。目標3分、ダイン。痛いけど、どうでしょうか。本当はね、5割増しで、もう全然違う。敵のゲージの減りがもう素晴らしい。さすが星6アルファ。いや、2分台とかだった。さっきのでね、やさないぐーっぐーっ。今気分よく遊んでますけどね。レルナはしっかり回復しないとダメだからね。あ、で、あれだわ、これで大ヒット回復したので、またこいつに戻る。はい、ぎゅんぎゅん。あ、レルナがどこ行った。よいしょ。君は死んじゃダメよ。全力回復、全力回復。はい、行きましょう。次の患者さんどうぞ。ギュン。これ、あの一振りも何気に少なんだよ。ギュン100万ドーン。1回目の動画撮った後、それを見ちゃったってことで、油断して、あーっと油断、2人やられちゃったか。で、レルナ先生どこ？一旦逃げてもいいんだよ。ちょっと飲んじゃう。レルナどこだ？レルナどこ？あー、とか、もう見せないよ、このゲーム。本当に、なんとかしていただきたい。なんともならないのを分かった上で行く。よし、一旦こう行って、あ、もうちょっとさちょっと頭きたな、軽く頭きたな。あの一撃がね、なんでしたいね。あ、2分クリア全然無理ですね。もう今2分40秒。さあ、こっから本気出そう。本気だし、5分。でも3分でクリアしたとしても、星5の2倍だから、まあ早いは早いんですよね。属性1でないにもかかわらずのこの速さだからね。もうゲージの減りが全然やっぱ星6は強いってことですよ。だから皆さんね、属性1じゃないのにこれだからね。さあ、そろそろフィニッシュムーブと決めましょうか。どんどんどーん。はい、記録3分22秒なんで、まあ3分台、2倍以上ですね。星6は強い。以上、ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、良いファンタジーライフをお過ごしください。にゃーにゃー。